郷田さん、ありがとうございます。俺なんかのためにこんなにしてくれるなんて。それより射程を救出に行くんやろ。わしへの礼は後回しで。そうっすね。ならとりあえず隔離エリアに。俺も実戦になるとかねえと、へへ、腕が鳴りますね。ガンガン前出ていきますから俺。ゴーダさんは援護に回ってもらった方がいいっすね。好きにせえ。大丈夫っすか、コウタさん。せっかく集めたった装備、何も役に立つらんやないかい。すみません。ほんま口だけ大将やな。ガンガン前出るとか言うとらんかったか。チッ、まあもう言うてもしゃあないか。お前の射程言うはどこや。多分隔離エリアの東の方だと思うんす。ずいぶんアバウトやな。どうしても体が動かねえっすよ。小田さん、いろいろ世話になったのに本当すみません。せやけどお前、射程が取り残されとるんや。そいつはどないすんだ。改めてゾンビ見ても分かりました。やっぱもう手遅れっすよ。こいつは射程はもう絶対死んでるなって。ほとんど望みもねえのに命なんか張れないっしょ。本気で言うとるんだ。すみません、太田さん。でも俺、もう無理だっすよ。
郷田さん、なんでまた俺のことを連れ出したんすか。お役には立てないっすよ、俺なんか。口だけ達者で、格好ばっかの臆病もんす。本当は、今までもずっとそうだったんすから。純也、お前の射程、高1位撃とったか。ええ。店で初めてできた後輩なんす。ほんの半年くらい前に東京出てきたやつで、あいつ田舎もんで何も分かってなくて、だからつい兄貴風吹かしたくなるんすよ。見え張ってかっこつけて、街の歩き方から恋のアドバイスなんかもして。といっても俺もまだ童貞なんすけど。え、あ、いや、今のは忘れてください。うん、ほんで何の話や。とにかく偉そうに兄貴風吹かしてきたくせに、俺はいざって時あいつを見捨てて一人で逃げちまったんです。ゾンビが急に溢れ出した夜、俺はいつものようにこいつと飲んでました。ところが俺がトイレに入った途端、ゾンビが店になだれ込んできて、俺慌ててトイレに立てこもったんです。ドアにつっかえ棒して。そしたらその時、開けてください先輩って、こいちが泣きながらそのドア叩いてきて、先輩開けて助けてって。あいつはそれを何度も繰り返してたのに、俺はドアを開けなかったんです。俺ずっと耳を塞いでトイレで泣いてました。怖くて情けなくて。もう分かったでしょ、ゴーダさん、俺はダメな男なんすよ。本当最低な男なんす。アホやなお前は。ええ、本当にグーの根も出ません。そういうことやない。人間は誰でも自分が一番可愛いもんや。そんなんお前だけとちゃう。勇気なんてもんは絵空ごとや。そんなもん普段から持ち合わせとるやつはよっぽど奇特な人間やで。人間は弱い生き物なんや。せやけどな、自分の弱さを思い知ったもんだけなんや。ほんまに強くなれるんは。え？純也、お前は自分の弱さを思い知った。せやから今のお前はトイレに閉じこもってた時より強うなっとる。郷田さん、行くで。お前が銃を手に取ったのは何のためや。それは高一を救うため。そうや、確かに高一はもうあかんかもしれん。状況は絶望的や。せやけどお前はやっぱり行かなあかんね。少なくともわしはそう思う。ありがとうございます浩太さん。行くで。高一がお前のこと待っとる。はい。目開いとけ。わしの動きしっかり見とけ。
げえや、ゴーダさん。なんて強えんだ。こんなんザコや。まだまだ先は長いよ。ゴーダさん、電話だ。こいつからの。何？もし、こいつか、無事だったんだな。あ、兄貴こそ無事だったんですね。ああ、俺は全然。それよりお前、今どこ？ここはどこだろう。地下駐車場みたいです、多分。多分じゃねえ、はっきりしろ。すまね、俺いつも兄貴の足ばかり引っ張ってますね。バカ野郎、何言ってんだよ。悪いな、この方だ。でも兄貴が無事だ。よかった。おい、こいつ、どうしたんだよ、こいつ。あんまり時間がないようやな。行くで、ジュイヤ。また出よった。俺やります、戦いますよ俺。分かっとる、ゴーダさん。遅れるんやないで。はい、おかげです。行きましょう。こいつは地下駐車場です。急に男になりよった。厄介なのが来よったの。なんだこいつ。純也、先に行け。ここはわしに任せとき。でも時間がないんや。お前はもう一人でも戦える。今大一を助けられるのはお前だけ。ゴータさん、わかりました。お願いします。それでいい。行け。はい。さてと、お前とわし差しで勝負や。行くねえばもう一遍死んどけ。
ゴダさん。純也、高一はどないした？まだ見つかりません。巨体もまた回線が混み合ってるようで。そしたらもう少し先進んでみようか。そうっすね。いや、来なきゃよかったか。カム、間違いないです。おい、生きとるか。こいち、おい、こいち。兄貴、まさか本当に。まさかだな。もう大丈夫だ。なんで俺なんかのために。バカ、おめえがいねえと他に威張れる相手がいなくなっちまうんだよ。そういうことすか。バカだな。もう見捨てたりなんかしねえ。絶対に助けてやるからな。やっぱ純也さんはすげえ。そこは来てくれるなんて、さすが俺の兄貴。こいち、おい、なんだよ、どうしたんだ。慌てるんやない。気を失うただけ。せやけどちーと厄介なことになりよった。え、そう、なんでこんな時に。なんや、またビビりよったか。違います、そんなことじゃないっすよ。え、これから俺の店場って時に光一のやつ気を失いやがってと思って。まったくやな。行くで純也、お前の活躍はわしが見届けたるわ。本当にありがとうございました。もう助からねえと思ってましたけど、兄貴とは郷田さんのおかげです。本当によかったぜ。お前を童貞のまま死なせずに済んだ。あ、いや、それについてはちょっと。あ、なんだよ。その女は俺の女っす。兄貴のアドバイスのおかげでものにしたんすけど、ただちょっとなんか兄貴には言い出しづらくて。え、なんでだよ。だって兄貴童貞っしょ。バカ野郎、そんなわけねえだろうが。
すいません、すいません。あの、孝一くんのこと助けてくださったお礼なんですけど。うん。これ、もらってください。ええんか、わしがもろて。当たり前じゃないですか。ゴーダさんがいなきゃ俺たち、きっともダメになってましたよ。ゴーダさんのおかげっす。俺でよければ、またいつでも呼んでください。こんなことでしか俺、ご恩を返せませんから。ええんか、お前。今のカムロ町には俺みてえな臆病な人間が山ほど取り残されてる。そいつらをもし俺なんかが助けられるんなら、俺戦います。出会った頃とは別人やな。俺もそう思いますよ。そういうことなら遠慮せんわ。いつ呼び出されるか分からへんで。ええな。望むところです。小田さん、絶対また声かけてくださいよ。ええ、そうさせてもらうわ。おい。Ready?
Ready? Go! Ready? Go! Ready, go!